あ、つく？こいつを。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。試合まであと1ヶ月ぐらいになりましたけれども、はい、現在こうコンディションとか調整の方はこうどんな感じなんでしょうか。コンディションはまあまあいい方ですね。はい、はい、うん、いい方です。はい、はい、順調にこう調整も進んでるっていう感じ、はい。そうですね。スケジュールちゃんと組みながら、まあ、トレーニングはしているので、まあ順調かなとは思いますね。はい。昨年こう復帰されて、はい、ここまでこう2戦してこう、はい、あの2連勝という形で来てますけれども、はい、まあ、ここ自分でこうジムを始められて、はい、やっぱり これは結構すごく大きくプラスになっている感じなんでしょうか。そうですね、まあまあ、全部ここのジムも自分で出したので、まあ、完全に僕がオーナーとしてやってるんですけど、まあ、いい意味で自分でスケジュールを組めるというか練習のなんで今だと朝にトレーニングを入れたりとか、まあ、パートナーもスパーリングパートナーも呼んだりとかタイプ的に似てるファイターを呼んだりとか結構、うん、クレスト所属ですけど、まあ、自由にはやらせてもらってますね、はい、そういう意味ではもうすごくいい練習はできてるかなと思います。ミットもあのパーソナル的にずっと一人のトレーナーがまあ、4、50分ずっと持ってくれるんでいいトレーニングできてます、はい。改めてなんですけども、3月の、はい、試合はこうご自分で振り返ってみてこうどんな感じのこう試合だったっていう感じですか。まあ、あれはまだ、自分の中では調整というか、うん、まあ、調整試合ではないんですけど、まあ、合わせていかなきゃいけない。やっぱチャンピオンになるにはまあ、そういう中での試合でしたね、うん、自分の感覚というか出せる武器というかそういうものを合わせなきゃいけないと思ってたんでそこを微調整でこう合わせてた試合かなとは思ってます、はい。でも9月からこう、はい、着実にこうなんかこう上がっていくっていう感覚はある感じですか。はい、そうですね、あります、はい、もっと上がるだろうなという感覚あります。はい、でまあ、今回こう小澤選手との、はい、対戦なんですけれども、はい、改めてこうどんな印象をお持ちですか。そうですね、まあ、テクニシャンで、まあ、試合運びが上手な選手ですかね、うん、まあ、取るところをちゃんと取ってそういう局面をポイントポイントで取るファイターであってっていう感じはします。全体の流れでは3ラウンドずっとっていうファイターではないんですけどその3分の中でなんですか、取らなきゃいけないところをちゃんと分かってるファイターかなと思います、うんうん、はい、勝負するようなところ、そうですね、はい、ここを引いたらダメだなとか、うん、ここポイント取っとかないとなっていうのが多分分かってるファイターかなっていうのはありますね、うん。大沢選手とは今回、8年ぶり、はい、8年ぶりなんですか。4回目ぐらいの対戦なんですけれども、そうですね、はい、その頃とこう現在とこう比べてこうイメージっていうのが変わってるんですか。イメージは、イメージあんまか分かんないですね。舐めてとかじゃなくて、もともとポテンシャルはすごい高い選手だと思ってたんで僕チャンピオンになれる器のあるファイターだと思ってたんで、
その自分の持ってるものをまあ貯金というかそれを崩して戦ってるような、あんまり上がってるイメージはないんですよね。テクニックとかもともと持ってるセンスがあるのはすごい感じてるんで、それが伸びてるかっていういうと、まあ、生まれ持ったセンスの戦いのセンスとか当て感だったりとかそういうもので戦ってるファイターかなとは思います。そこは伸びてるっていう感覚はあまり、見て試合を見ていくとそんなにしないかなっていう、はい、向こうは、まあ、浦部選手のことをものすごくこうリスペクトしてて、はいはい、まあ、もうずっと戦いたいって言ってたんですけれども、はい、心についてはどのように思いますか。いやでも嬉しいですよね。まだ評価してくれてるというか、僕もやっぱこう2連敗したりとかして、まあ、結構落ちてましたからね、はい、まあ、気持ち的にも。でもやっぱこう誰かに認められてるってことはやっぱり救われる部分はありますよね、僕自身も、うん、だから、まあ、ライバルっていう関係ですけど、まあ、大沢文也君の言葉に救われてる部分もありますし、まあ、そういう意味では感謝の気持ちを込めて戦わなきゃいけないし勝たなきゃいけないしでっていう気持ちですかね、はい、こう8年ぶりのこと対戦ってこうやっぱりこう格闘技なんかでもやっぱり長くこう一戦でやってないとこう実現しないようなこう、はい、はい、試合だと思うんですけれども、はい、こうまあお互いそういうこうキャリアをこう積んでいく中での再戦っていうのをこうどのように感じていらっしゃるんですか。そうですね、どういう、まあ、8年前ですしね、もうお互いにまあジムもやってると思いますし、まあ、いろいろ背負うものは大きくなったかなっていうのは感じますよね。あとはどうなんだろう、まあ、精神的な部分も、まあ、ちょっと変わってるんじゃないですかね。変わったっていうか、まあ、僕もあの時はギラギラっていうかギラギラだけでまあ、やってたというか、今はまあそういう、まあ、あんま変わんないか変わんないかもしれない、まあ、なんかずっと強くなりたいです僕は、今でもなんかそこはぶれないです、もう今でも、はい、強くなりたいです。もうさっきもぼやいてました、強くなりてーって言って人の練習見ながらだからそこのテーマ変わんないですね。まだなんかこういうジムやって人に教えるようになってなんかまだまだなんか強くなりたいなと思いになりましたね。文也君はどういう感覚か分かんないですけど、まあ自分の中ではあんまメンタル的な部分は変わらないかもしれないですね。ずっと強くなりたいです、はい、これだけこう実績積んできても、はいはい、まだこう強くなりきったっていうなんかやりきった感がないんですよね。なんかまだこれできるあれできると思っちゃって、なんかもっとこれでそれでなんですかね、お披露目するのって試合じゃないですか、はい、だからまだまだやめられないなみたいなありますけどね。こう試合でやっぱこう出さなきゃ、本番で練習でなんですかねやったってただの練習なんで、やっぱりこう本番で出すからこそ意味があると思うんで、その本番をやっぱ今すごく意識してて、試合でどんだけいいパフォーマンス出せるかですね。もし練習でいいパフォーマンスっていうのはもうそんなのはどうでもよくて、今は試合でどんだけいいパフォーマンス出せるかっていうのを考えてますね、はい。結構、まあ、前回 の5月の大会なんかも、はい、若い選手がこうトーナメント行ったりとかしてますけども、はい、こういう中でこうベテラン同士でこう戦うっていうところで、はい、なんかこう若い人たちにこう見せてやりたいなみたいな気持ちっていうのがあるんですか。見せてやりたい、見せてやりたいものは何だろうな、まあ格闘技への情熱なんですけど、大きな、なんか、まあ、ざっくり言っちゃえばなんですけど、もう僕は毎日なんですかね研究してるというか、格闘技のことで頭の中いっぱいなんで、意外となんか埋め尽くされてるんで、はい、それぐらいですかねなんかそういうとこじゃないですか、なんか、だから何か一つこう、まあ、僕たちがやってることって職人だと思ってるんで、
まあそういうなんか作品はまあ誰しもまあ認められないと思うんですけど、まあある一定の人間に届ければなっていう感じはあるので、まあその人たちのためにも、まあ僕を応援してくれるファンのですね、そういう意味だと、そういうためにいい作品を見せたいとは思ってます。はい、はい、だからあの今年の浦部はいい出来だっていうのは見したいです。はい、あの同じ大会で、はい、あのまあ、タイトルマッチがありますけれども、はいはい、それに関してはこう、まあ、どのようにこう見てますか。まあ、予想も含めてなんですけど、あんまり意識してないですね。あんまり意識、まあ、タイトルマッチやりたいなと思ってるんで、はあんまでもどっちが勝つとか、どっちもやりたいなと思ってますけどね。はい、もうどっち勝った方じゃなくてどっちもやりたいですね。はい、まあ、今回勝てばまあ3連勝になりますし、はいはい、またこうタイトルっていうのが見えると思うんですけれども、はいね、やっぱ そこに関しては意識はされてるってことですか。はい、そこもまあタイトルマッチこう見据えてっていう部分はこうご自分の中で意識は違いますか。あります、あります。やっぱりもちろんやるからには、一番にならなきゃいけないですし、まあ一つの形としてやっぱベルトって最強じゃないですか。最強の称号を手に入れてるってことなんで、やっぱ、そこは外しちゃいけないかなと思ってますね。やっぱ手に入れなきゃいけない、そうしないと認められないっていう、やっぱ目に見えないと分かんないんで、あいつ強いやって言ってもただの言葉で言って、なんですかね、そういうのだけで終わっちゃうんで、やっぱ一つの形としてやっぱ残さなきゃいけないなっていうのは思いますね。っていう意味だとやっぱりベルトは必要ですね。はい、はい、前回の試合からどんな部分を特にこう強化してきたっていうのありますか。どんな部分、どんな部分だろうな、ですね、トレーナーとも、まあ、コミュニケーションの量が増えたというか、まあ、自分の感性の部分もそうですし、まあ、お互いにちゃんと言うようにします。言いたいことをもう、気を使わない、いい意味で。だって強くなりたいから必死なんで、っていう意味だと、そういう意味で気を使わなくなったいろんな人に、はい、人としてあの、まあ、スタッフにもですけど気を使わなくなったあの、あえてですよ、あえて気を使わなくするっていう、本音を言うっていう、いう強さどうしても気使うじゃないですか。でもあの自分を通すというか、はい、そういう強さ、はいはいはい、あの浦部選手はその、はい、K-1 でその勝つためのテクニックっていう部分では、はい、もう頂点を極めた気がするんですけど、はい、そのテクニックをさらにまた向上させるんです、それとも別のもので強くなろうとしてるんですか。今、テクニックってなんかどこまでがテクニックなのかなとか思ったりとかすごい考えてて、なんか終わりがないというか、のはありますね。なんか強くなるってどこ、何が強いのかなって思いますしなんかすごく考えますよね。でもなんかあのやることが多すぎるってことですね。もうこのあの10年ぐらいやってますけど、まだまだやることが多いので、今、まあ、テーマにしてやってるのが、まあ、基本に戻ったりとか、まあ、今は戦術の部分だったりとか、まあ、心理戦的な心理的な部分をこう考えたりとか、もうちょい深掘りしてこう戦略を立ててるっていうか、そういうものを考えてますね。はい、それってまあ今後にも生きると思ってるんで、僕がまあプロ選手集めるってなった時に、まあそれが 僕のなんですかね、残せるものというか伝えられるものっていうに なると思うんで、今それを試合でやってます。はい、なんで僕の練習体験も一回一回変わってるんですよ。なんで、復帰戦の時はこういう練習で、2回目はこういう練習で、3回目も練習変えてるんですよ。
はい、どれが一番合うのかなっていうのがフィットするかなとかっていうのを考えてます。あの追い込みって言ってでもずっと追い込めばいいのかなとか、1週間のうちに、まあ、1回ベストを尽くせればいいのかなとか、なんかそういうのもなんか深く考えてます、もう少し、はい、まあ、一番状態いいものを状態で仕上げるのが試合じゃないですか。そこにいい状態で仕上げればまあいいのかなって考えると、ここが一番ずっとベストな練習する必要もないしなとか考えててっていう、なんかちょっと今そこで今調整はしてますね。まだまだだからあの練習とかにも疑問を考えることは多いですし、あのまだまだやることは多いなと思いますね。はい、はい、ある意味こう、はい、自分をこう実験台にして、はい、その試合で試してみて、はい、なんかこうベストな格闘技 の、はい、その練習であったり、はい、技術であったりを、はい、こう構築していきたい。あ、そうですね、はい、今はそれをテーマにしてますね、うん、なんか疑問に思うことってたくさんまだまだあるなと思ってて、うん、まあ、ガチスパーの本当の必要性とかとかも、追い込みのミットの必要性も感じますし、いろいろ感じますね。まあ、アスリート的にも考えなきゃいけないし、まあ、ファイターでもあるし、ファイターってやっぱ本能だったりとか闘争心とかを武器にしなきゃいけないと思うんで、感情の部分が大きいと思うんですよね、やっぱり。だからそういう練習体系としたらこうアスリート的な部分もあるかもしれないですけど、やっぱ本能的な部分があると思うんですよ、ファイターって。だからそういうのもなんか大事にしたいなと思ってるんで、なんかそこのうまくこう、まあ、メンタルの部分と気持ちが乗る感じの部分と練習がうまくいって試合で爆発できればなっていう、いうのをちょっと調整しながらやってますね。はい、はい、そのさっきの質問ちょっと被るんですけど、そのもう2人とも大ベテランじゃないですか、の中では、はい、そのベテランの2人が戦ってそのどうなるのかっていうのを、その何をこう、そこで表現したいかっていうのはありますか。なんかベテランって言ったらちょっと落ち着いたテクニック系になっちゃう試合を想像すると思うんですけど、僕はなんかそういうんじゃなくて、なんかまあより残酷 なところを見せなきゃいけないというか、とは思ってます。なんかもっとこうギラつかないといけないですし、背負うものも多いということは、まあ、守るっていうよりは、まあ、攻めなきゃいけないなとは思ってますね、はい、だからあんまりなんかベテランっぽい試合っていうイメージには僕はしたくないなと思ってます、はいはい、あのまだまだチャレンジしなきゃやっぱこう止まっちゃうと思ってるんで、あの常にチャレンジしたいです僕は、はい、なんで今回の試合もチャレンジですね、はい、残酷なってのはどういうことなんですかね。残酷な、そうですね残酷なっていうよりはやっぱまあ闘争心もやっぱ出さなきゃいけないですし、まあ何もさせないっていう残酷さもあるし、派手な KO っていう残酷さもあるし、まあ勝負論って結局なんか意外とここまで盛り上がったけど意外と残酷だったりするじゃないですか、なんかすぐ終わるとか、なんかそういうリアリティなものをなんか見せたいなとは思ってますけどね、はい、根底の話になってしまうんです、はいはい、もうそもそもの、まあ、ラベさんのテーマとして、はい、やっぱ強さの絵の探求ってあると思うんですけど、はい、そこの根本ってそもそも なんでそこを求めるに至ったかと覚えてます。なんでですかね。オタクだからでしょうね。多分あのオタク分かんないですけど、ただ、まあ、格闘技は好きだからっていうのもありますし、それをやってなんだろうな、まあ、小さな挑戦ですよね。練習中ってなんかどんだけあの小さな成功体験を詰めるかっていう感じだと思ってるんで、なんかそれに。なんかこう酔ってるのもかもしれないですわかんないですけど楽しいんですよそういうのが。ちょっとこうおいこれできたみたいな、まあ、先ほどその試合の場、はい、練習の場でできた、はい、ところでしょうかね、はい、試合の場でやらないと、はい、まあ、試合そうですね、そうです、そうです、それでまあ試合、まあ、あとはもう人に評価されることですかね、やっぱり
自分のためって言いつつ、やっぱなんかこう僕たちなんか表現者じゃないですか、やっぱ評価されたいんですよ。だからすげえと思わせたり驚いてもらいたいみたいなっていうのはありますね。こうみんなの想像を上行った時がもう快感っていうか、なんかそのためにやってます。はい、ウラブこんな動きするんだみたいなだけですまあ復帰されてからはどちらかというと、はい、その落ち着きとギラつきを 両面合わせ持ってるイメージがあるんですけど、まあ1回目はまあちょっとプレッシャーかけながらだったんですけど、まあ、2回目はだんだん動きが戻ってきたって思わせたかったんですよね。ちょっとだからフットワーク使ったりとか、まあまあ、ディフェンス中心にとか戦ってみたんですけど、まあそこでちょっと次はやっぱり殺しの部分を見せなきゃいけないと思ってるんで、そういうところを見せたいなと思ってますね。はい、それが先ほどあの発言にあった残酷な部分につながってくる可能性が、ね、はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ最後改めて、はい、すいません、こちらのカメラに向かって、はい、ファンの皆さんへのメッセージを頂きます。復帰3戦目ですか、次こそ、皆さんの想像を超えたような試合を必ずお見せしたいと思っているので期待してください。